ザリとリリーはスクールバスで話しています。リリー、私たちのクラスに転校生がいるんだよ。名前はミゲル。ミゲルねえ。ミゲルはメキシコ出身で、ミゲルのお父さんは本を書くんだよ。とても面白いね。ミゲルはスペイン語と英語と日本語が話せるんだ。へえ、頭がいいんだね。頭が良くて背が高いんだ。それにミゲルは何？綺麗な靴を持っているんだよ。ザリ、ミゲルは後ろにいるよ。え？ねえ、ミゲル。リリー、元気？うん。ミゲル、こっちは私の友達のザリだよ。ザリはミゲルの靴が好きなんだよ。あ、どうも。